ではこれから名物コーナーエースとワンセットマッチの方をやっていきたいと思います。明治学院大学体育会定休部のエース深見さんに来てもらいました。よろしくお願いします。実はあの深見さんとはご縁がありまして、僕は高1の頃に千葉のテニスクラブをやってたんですけども、その時に深見くんが小学5年生6年生ぐらいで一緒のコートでこう練習をしていて、結構顔も知っててっていう仲だったんで、今日来てみて僕深見くんのこと知らなかったんですごいびっくりします。覚えてますか？覚えてます。本当ですか？もちろん。結構憧れっていうか。憧れですか、はい、それは嬉しい。テニス見るの楽しみにしてたんで。それは嬉しいですね、はいはい。じゃあまあ今日試合ということで、はい、遠慮なくやってもらうと思うんで、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。それでは解説の方をしていきたいと思います。深見さんはとにかく鋭い打球と、あとはその後のネットの詰めですね、まさしく1球目でいきなりネットに詰められてしまって決められてしまうんですけれども、ネットへの詰めっていうところが非常に速くて、かつ決定力のある選手だったので、そこに苦戦をしたんですけれども、一方で僕の方はこの日風がすごく強かったので、うまくスライスであったりとか、あとロビングを使ってその攻めをかわしていくところがポイントかなと思っておりますので、ご注目いただければと思います。1ゲームは僕のサービスゲームで、いきなり、かなり競った展開から始まります。ここもボレーで決められてしまいます。なかなかネットプレーっていうのが上手い選手だったので、まあ、そこに対してどうネットに出させないか、またネットに来られてしまった時にどう足元に落とすのか、またロブで抜くのかっていうところが、特にこういった選手と戦う時はポイントになってきます。僕は最初の、ボレーで2回決められた瞬間にネットプレーがかなり得意だっていうのは分かっていたので、まあいかにストロークの勝負で相手を見させるかっていうところを、主眼においてやっていました。最初にブレイクポイントを握られてしまうんですけれども、ここはうまくラリーをつないでいきます。ここもいいストレートが入りました。この日はとにかくファーストの入りが良くて、かつ質も高いものが打てていたので、ファーストが入った時にはかなりポイントの得点率っていうのは高かったと思います。これもうまくスライスを使ってアプローチのタイミングを外させてサイドにミスをさせたという形になってます。これも高い軌道のボールを使って相手に思うように打たせない、今も高い打点で深見さんがバックハンドを打ったのでサイドに切れているというような状況です。最初にキープをして、次は深見さんのサービスゲームです。深見さんのサーブは結構スライスサーブで、キレのある伸びのあるサーブだったなというふうに思います。で、今深見さんがいるサイド、画面奥側が風上で、僕の今いる方が風下なので、今みたいに深見さんがバックで差し込んできたようなボールっていうのはなかなか返しづらい状況でした。風下だったので結構攻め込まれてしまうとこちらが展開しにくいっていうことになってしまうので、なるべく風下からは逆に僕も鋭い球を打っていってですね、相手に攻め込まれないように工夫をしています。あとはこの試合に関しては、僕バックハンドが得意なのであんまりスライスっていうのは使わないんですけれども、スライスを対応します。っていうのも風によってスライスの軌道が変化したりですとか、バウンド後に止まったりまた伸びたり、より変化をつけていけるので、この日はスライスを対応して相手のリズムを崩そうとしています。これはうまくドロップが決まりました。またこのゲームもリュースですね。この試合とにかくリュースが多かったので、リュースをいかにこう取り切れるか、勝負どころでいかに自分のプレーができるかっていうのがポイントだったなと思います。これもうまく高いボールで相手のミスを誘います。高いボールとバックの鋭いショット、そこの2つで、攻めています。これはスライスで頑張って拾ったんですけれども、決められてしまいます。深見さんも風上から高いボールを使って僕のバックに集めてきたりですとか、なかなか僕も攻めようとした時に攻めきれなかったりはしたんですけれども、得意のしつこいプレーっていうところでリズムを崩せたのかなと思います。ここも鋭いショットですね。
鋭いショットは真ん中でもいいので差し込めると風上の相手はそれにこう合わせるのがすごく難しいのでライジングで合わせただけでも飛んでいってしまいますし、それはすごく有効なショットかなと思います。これでブレイクをして 2-0 にすることができました。このポイントはとにかく振り回されるんですけれども、頑張ってスライスで返します。これをフォアのスライス、またはバックのスライス、またこれもフォアのスライスでしのいで、僕が多分戻るのが深見さんが見えていてですね、でより鋭いコースに打たなければいけないっていうところでボレーのミスを誘えたかなと思います。これはナイスサーブですね。サーブは本当にこの日良かったのでフラットとスライスうまく使い分けてできています。深見さんどちらかというとバックハンドが安定してかつ鋭いボールが、打てていたので結構フォア側に集めようとも思ったんですけれども、バックの方もうまくタイミングを外せられればミスを誘えるというふうな、自信がありましたので、うまくバック側に僕も、ボールを集めるケースは多くて、バックの打点を狂わせたりですとか、あとはリズムを狂わせるというところに、まずはそこで崩していって、で相手の自信のあるところを崩してからですね、フォアであったりとか、いろんなところに散らしていくっていうのを意識してやっています。一気に 3-0 までは行くことができたんですけれども、結局はほとんどのゲームがデュースに行っているので全然こう油断はできない状況というか、挽回される余地はありまくりだったので、ここは全然気は抜けていない状況ですね。で風下から風上の方に僕が今映っているので、少し最初の2ポイント3ポイントぐらいは、今までのように力強く打ってしまうとアウトしたりとかっていうのがあったのでミスも増えてしまったんですけれども、基本的には風上であれば結構高いボールとかって有効で、エッグボールだったりとか、あとはムーンボールでもいいので高いところで打たせられればですね、風に乗って伸びてくれるので、よりこう相手にしたら嫌な球になってくれるので、そういう意味では、僕のテニスが風上でしっかりできていたかなと思います。これも高いボールで相手のバックの高いところに打たせています。これも高いボール、神さん得意のバックを打たせないというところ重要です。なんとかボレーをアウトさせることができました。これで 4-0 です。2ブレイクできた状況で僕自身も余裕は持ててきているんですけれども、一方で深見さんとしても 0-4 という状況になってしまったので、結構吹っ切れたというか積極的な攻めのプレーというのがここから見えてきます。この15オールのポイントもファーストサーブいいサーブが入るんですけれども、うまくリターンでブロックされて深い球が来てしまったので、僕もしのぐので精一杯になっています。うまく僕も振り回されているボールに対してストレートへの切り返しであったりとか、あとはスライスで時間を作るっていうことはしているんですけれども、なかなか深見さんのボールも鋭い球が何球も入ってきましたので、それをしのぎ切るっていうことがだんだんできなくなってきます。鋭い球を打ち続けるというところでやはりリスクはあるんですけれども、0-4 という深見さんからしたら、劣勢の状況なので、そこは攻めの一手というところで間違いはないのかなと思います。ここも深見さんらしいボレーの一球が決まりまして、この辺りからちょっと僕のリズムも崩れ始めます。ここは風上から鋭いボールですね。風上からああいったボールを鋭く打ち込められれば、風下側は相当、いい返しをしないとさらにこう攻め込まれてしまうので、あれはいい攻めだったと思います。これはお互い結構出力の高いラリーになっています。前半まではお互いに6割7割の力でラリーしていたんですけれども、今のポイントとかはもう8割9割の力でお互い打ち合っています。ただそういったところでうまく緩急をつけられるとですね、相手のリズムを崩すことができるので、スライスだったりロブとかが有効になるという形です。最後深見さんがしっかりとボレーで前に詰めて決めてきて、これで 4-1 になります。この試合の結果は後編の方で出しますので、後編がアップされるのを楽しみにお待ちください。今日はご視聴ありがとうございました。